じゃあもうド S なんで録画ボタンを押してしまいましたが、初参加いただきましたガオガイジの皆さん、どうもこんにちは。こんにちは。では面白キャプテンがチームを紹介していただけるということですが、まずガオガイズというチーム名の由来を教えていただけますか。しょうがないな。お願いします。ガオガイズっていうのはですね、はい、佐山川丘高校の、はい、有志で、はい、作りましたチームです。じゃあ小川校長のモノマネお願いします。こちら小川です皆さん元気でしょう。どの学年も同じですね、モノマネは。その通りです。ありがとうございます。修学旅行はどこ行かれたんですか。タイですね。僕も行きました。タイに行ったんですけど、僕の次の代からイギリスとかカナダに行ってました。小川校長儲けてるらしいですからねじゃあもう卒業して早10年。そうですね、僕もです。ではちょっとそれてしまいましたが、ガオガイズというチームの由来、はい、まあ、今言った通り佐山川丘高校というのは、はい、ガオカっていう風に略して呼ばれることが多いです、はい、ガオカの男たち、つまりガオカガイ。なるほど、ガオガイズ。今後応援したいチームになりました僕。みんなガオカ高校、みんなガオカ高校ですか。ガオカ高校です。みんな25歳の代ですか。そうです。あ、そうなんですね。あとで、ちょっと共通の話がたくさんありそうなんでお話をぜひ。はい。今日僕優勝候補かなと思いますが、大会の意気込みじゃ最後に。その通りです。お願いしてます。正直予選リーグは舐めてました。あ特に私、本気を出しておりません。はい。決勝リーグ、決勝トーナメント、本気出して、優勝狙います皆さん、優勝狙って、皆さんも優勝ですか。いきます。優勝あれチームワーク大丈夫ですか。この空気で、この空気で大丈夫ですか。映れよ映れよ、もっと今回はね、はい、今回は、はい、この人が海外に出張するので、はい、その送別大会です。ぜひじゃあ優勝というタイトルで、佐山川丘高校サッカー部のかつてのエース、エース吉川優、吉川さん、はい、ぜひじゃあ活躍していただいて一言じゃあビシッと締めをお願いします。ガチガチじゃないですかガチガチじゃないですかじゃあガオガイズの皆さん優勝目指してお願いします。頑張ってください。頑張るぞー。バッチリありがとうございます。